どうでしょう。今日なんですけど、よく皆さんに自分言われるんですけど、あのペンギンさんとかヒーローペンギンさんとかって言われるんですね。俺それ思ってたんですよ、ずっと。皆さんにそれ実は名前とか教えてなかったなと思ったんですよね。俺チャンネル名は決めてるけど、自分の名前を発表しなかったと思って。突然ですけど、今から俺の名前を発表します。俺の名前はヒロキよ。ヒロキって言います。ヒロキ、カタカナでヒって書くんですよね。次にカタカナのロって書いて、次にキでヒロキなんですよ。まあアルファベットですね。 H 書いて、 I 書いて、 R 書いて、 O 書いて、 K って書いて、 I、 ヒロキでもいいし、まあどっちでもいいです。で、そのヒロキっていうのを俺もう前から動画撮ってたんですよね。撮ってたんだけど出すのを忘れてた。まあとりあえず 俺の名前はヒーローペンギンのヒロキ、ヒロキです。ひろきって言います。ひろき、ひろき、ひろきね、ひろきね、ひろきって言います。ひろき、もともと本当は本名ですね。本名はひろき。なんでひろきっていう名前つけられたかっていうと、俺はよくわかんないから親に聞いてくださいっていう話です。まあ、とりあえず日本で生まれたからとりあえずひろきなんだなって俺自身は認識してる。とりあえず、ね、日本で生まれた限りは日本ひろきで生きていこうみたいな。俺はひろきです。で、なんでマスクとサングラスつけてるかっていうと、前々からコロナウイルスとかってなんか入るんじゃないかなって思って、俺もうこういう風に準備したんです。マスクとサングラス、はい、実はマスクサングラスつけてる理由としては、最初の頃言ったかもしれないけど、もう一度言うかもしれないね。あの若年性認知症だから、今発症中なんで、若年性認知症発症中です。で、なんでもう一度同じこと言うかもしれないですけど、マスクとサングラス、サングラスはまあ、とりあえず、まあ、一言で言うと顔をバレたくないからっていう理由ですね。あとはあれですね、コンプレックスでいいか、コンプレックスがあるからってことで鼻と口がついてる。次なんですけど、次俺のチャンネル名の話か、チャンネル名の話なんですけど、チャンネル名カタカナでヒーローって書いてペンギンってひらがななんですね。で、なんでこの名前がついたかっていうと、まずヒーローから説明すると2つに分けるんです。ペンギンとヒーローかいうわけですけど、でこのヒーローの方は、ヒーローは意味があって、俺の名前から取ってるんですね。ヒロキのヒーロー、ね、取ってて、まあこれだけじゃないですよ。もう一個あって、英雄って、君は国を救った英雄だっていう方の英雄、英雄ってヒーローっていうじゃないですか。だからそれもあってヒーロー。で、あとは俺の携帯会社は英雄だから、それも英雄も変換すると普通に英雄になるじゃないですか。だから、あ、これいいなと思って、ヒーローって、ヒロキのヒーローに漢字で書いた英雄と俺の携帯が英雄だから、その3つの理由が合わさってヒーローって言うんです。で、ペンギンは小学校の頃転校してた友達がいるんですよね。で、その転校してた友達が俺に書いてくれたんですよね、絵を、ペンギンの絵を。それが小学校からずっと小中高って描いてたんです。美術の時とかに、なんか好きな絵描いていいですよって言った時とか、あれなんですよ、俺がそのペンギンの絵とか描いたんですよね。で、そういうの描いたりして、もう結構慣れてたんですよ、描くのも。だからそういうペンギンの絵で、まあこのそのままなんですよ。小学校の頃友達に描いてもらった絵をそのまま描いてるんです。だからもし友達がその絵を描いた友達が俺の YouTube を見たら知ってくれるかなと思って、俺はちょっとアイコンをそれにしたんですよね。したんですけど、俺そこで気づいたんですよ、よく。あれと思って、なんか俺今の感じだと、ま、もう小学校では全く会ってない友達に気づいてもらうためにやってるって、そのアイコンにしてるって思ったけど、よく考えたら俺の後ろにその転校した友達の連絡先の電話番号も住所も LINE も入ってたんだと。気づいてもらうと思ったけど、よく考えたら自分で連絡先してたから、自分で連絡して終わったっていう感じなんですよ。 YouTube やって最近1000人行ったから、紹介したら、これ YouTube やってるよって紹介して、そして俺なおかつその友達会ってきたっていう感じなんですね。それでピアノやってる友達なんですね。ピアノ前多分どっかで紹介したと思うんですよね。YouTube やってるから登録してくださいって、 Twitter だったかな、 Twitter かなんかに多分載ってると思うんですよ、その友達なんですよ。だからまあ、とりあえず
ペンギンのアイコンはそんな感じです。で、ヒーローは、まあ、ヒーローペンギンの名前の由来はそんな感じです。これを最初の頃発表しようとしたけど忘れてて、今発表することになりました。まあ、名前は、ヒロキ。ヒロキですね。カタカナでヒって書いて、カタカナでロって書いて、カタカナでキって書いてヒロキ。ヒロキです。今日はこんな感じで以上です。